お元気ですか、ペルシアンと申します。今回は2021北海道日本ハムファイターズスター&レジェンズプレミアムベースボールカードの、開封動画です。これはですね、4枚しか出ないんですけど、その代わり直筆サインカードとね、が2枚出るんですよ。これがで、これですね、新インサード、デモモリね、ジクネチャーブラックビジョンを引き当てようというね、ちょっとね横文字になってしまいますね、申し訳ございません。ちょっとね早速ね、開けてみたいと思います。はい、ね、これ開けまして、こういう風にあのこういう2つ入ってるんですよね。で、これがあの前にもね、あの2020年の時もねやったことあるんですが、必ず直筆この2つどちらかにあのどうしても直筆サインカードがね入っています。それはまずね開けたいと思います。まずねこちらの左側の方ね開けたいと思います。これまずこうなってますね。これ前にシール貼ってたんでね、ちょっとあえてね外しておきました。じゃあ早速ね開けたいと思います。はい、ではねちょっとねあのちょっと隠します。どんなのが入ってるか、まずはですねいきます。背番号9、これは中島拓也、内野手のこれ、ね、カードでございます。これなかなかねあのレインボー光ってていいじゃありませんか。下にねなんかスペシャルカードっていうのが入っててね、なかなかねいいんじゃないかと思います。で、確率の方はですねこちら34分の15となっております。で、こちらねいよいよね、直筆サインカードですね。こちらですね、あ、こちらですね、現役の方ですね。はい、こちらハーヘーゲンね投手のね直筆サインカードでございます。これでね外国人の直筆サインカードは3枚目となりますね。で、これ違う、これ41分の36と書いてますので、ひょっとしたらこれジャージカードじゃないかと思います。ハーヘーゲン選手、確か背番号36だったような気がします。もしねあの間違ったらごめんなさい。でも36って書いてるように見えますけどね。あ、ただ、あ、30、あ、ジャージカードですね。です。でもね、あの、間違いもありますからね。間違ったら本当にごめんなさい。で、続いてね、こっちをね、あの、開けたいと思います。で、こちらの方もね、思います。じゃあ、開けたいと思います。まずはですね、こちら、背番号12。松本剛選手のね、赤い野手のね、カードでございます。こちらもね、レインボーに光っております。こちらはですね、34分の4となっています。で、もう一つの直筆サインカードはね、多分ね、これ、懐かしい選手だと思いますね、これ。ね、トニー・クルーズ選手ですね、外野手の直筆サインカードでございます。確率はね、23分の10となっています。で、ユニフォームもめちゃめちゃ懐かしいですよね。確かこれ、監督が確か大沢親分だったような気がします。で、クルーズ選手は多分これ兄弟もプロ野球選手で、多分弟さんも確かね、あの、間違ったらごめんなさいね。ジャイアンツにもいたような気がしますね、これね。確か。ね、だと思います。もしもね、あの、もう一度言いますけど、間違ったら本当にごめんなさい。まあ、私のね、うろ覚えかもしれませんので、ご了承ください。ね、以上で、こういう風になっております。で、もう一度ね、あの、直筆サインカードの方もね、見せたいと思います。直筆サインカードね、ございます。で、こちらがね、ハーヘーゲン投手のね、直筆サインカード。そしてね、トニー・クルーズ外野手の
直筆サインカードとなっております。この調子でね、今日はねちょっとね、特別版な感じでねやりたいな、やったらような特別版のような感じでねやったような感じでございます。ちょっとね舌を噛んでしまいましたのでご了承ください。すいませんでした。ね、以上で2021北海道日本ハムファイターズスター&ニジーズプレミアム、ごめんなさい、プレミアムベースボールカードの開封動画を終わらせていただきたいと思います。ちょっとごめんなさいね、ちょっと、ね、今日ねちょっとね滑舌が悪くてね本当にごめんなさい、すいませんでした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ベルチャンネルタどうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。